柔らかな風が吹くこの場所で今二人ゆっくりと歩き出す。幾千の出会い別れすべてこの星で生まれて、すれ違うだけの人もいたね。分かり合えないままに慣れない街の届かぬ夢に迷いそうな時にも暗闇を駆け抜ける勇気をくれたのはあなたでした。絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら言葉では伝えることがどうしてもできなかった。いえ、愛しさの意味を知る。あなたを幸せにしたい。胸に宿る未来図を悲しみの涙に濡らさぬよう紡ぎ合い生きてる。愛の始まりに心戸惑い背を向けた夏の午後、今思えば頼りなく揺れてた若すぎた日々の罪。それでもどんなに離れていてもあなたを感じてるよ。今度戻ったら一緒に暮らそう。やっぱり二人がいいね。いつも孤独を背負う人々の群れに佇んでいた。心を寄せる場所を探してた。出会うのが遅すぎたねと泣き出した夜もある。二人の遠回りさえ人知らぬ人生傷つけたあなたに今告げよう。誰よりも愛してると絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら言葉では伝えることがどうしてもできなかった。優しさの意味を知る。恋した足の胸騒ぎを何気ない週末を幼さの残るその声を気の強い眼差しをあなたを彩る全てを抱きしめてゆっくりと歩き出す。柔らかな風が吹くこの場所で。はい、こんばんは。今夜は久しぶりにね、グレーのハウエバーを歌いました。2017年12月の5日火曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。はい。今日は良かったね。ちゃんと0時前でね、こんにちはね。今夜はグレーのハウエバー歌いました。こんばんは。どうも。キムボさん、ルナさんね、ギローさん、どうもね。うん。今日は季節のない巻きがないんだよね。今日はね、グレーのハイバーでした。こんばんは。そうだ、そうだ。ジローさんいるかな？スティッカムの方って音声出てる？音声。教えてください、スティッカム。スティッカムの方。よかった、教えて、スティッカム。音声出てる、音声。YouTube ライブ出てると思うんだけど、スティッカムはどうかな？音声。音声届いてはスティッカムだけで。どうかな？まあいいか。今日はね、スティッカムと YouTube ライブを両方やってます。こんにちは。出てるんだ。やっぱおかしいね、スティッカムね。なんかアーカイブが残んだけどね、スティッカムってニコ生時だってさ。でもあれ落としてもなんか音が入ってないんだよね、あれ。そうだからな、だからスティッカムメインじゃできないんだよな。そうか、配信はできるんだな。でもね、アーカイブの音声入ってないんだよ。なんか知んないけど映像だけが映像だけがなんかと落とせんだけどね。だからあれ不具合かもしれないね、スティッカムね、うん。こんにちは。今日はね、グレーのハエバー歌います。こんばんはね。ルナさん、じゃあ今日のお夜食よ。今日はね、お鍋行くよ、お鍋。今日はもう冬らしい。今日はね、ラージメスティン、珍しい。今夜はラージメスティンでお鍋行くね。こんにちは。今夜はラージでかいやつね。ラージメ。この間はさ、通常メスティンだけど、今夜はラージメスティンで行くよ。ラージメスティン。僕、ライジメスティンは、通常メスティンは、ね、結構前から持ってたんだけどね、僕。カズエちゃんのね、動画を見てね、僕は買う、ライジメスティン買ったんだっけな。そうよ。そう、ライジメスティン。今夜はライジメスティンよ。こんにちは。あ、ジュンベイさんどうもね。スマホで見ようか。あ、加藤さんどうも。
今日はね、ラージメスティンでお鍋やります。じゃあ、お鍋の材料入れます。材料はね、今日はね、キムチ鍋です。キムチ鍋で。あのね、赤札堂でね、安かったからさ、ね。ね、キムチ鍋の材料、まずえのきだけ一株、適当に切ったやつ。ね、根っことして、一株、一袋分、えのきだけね。今日、あ、結構ね、やっぱ、通常メスティンしようと思ったら、ちょっと大丈夫だね。通常じゃ入らなそうだったんで、今日はラージメスティンね。ラージメスティンにえのきだけ入れました。えのきだけ。ね。で、それとお野菜はね、長ネギ1本3分の1ぐらい。ね。長ネギちょこっと。と、これお肉はね、魚肉、お魚ソーセージ。お魚ソーセージと長ネギ。お魚ソーセージは2本分。丸大だったかな。安かった。これも6本でね、250円ぐらいだった。そのうち2本。お魚ソーセージ2本分と、長ネギの3分、これね。今日はこんな感じ。はい。えのきだけと長ネギとお魚ソーセージ。見えるかな。今日はこんなお鍋よ。安かったからさ、やっぱり。で、このキムチはね、キムチ鍋なので、コクうま。前買っといたやつ、コクうま。コクうまも全部いらないですね。半分ぐらいしようかな、これ。半分。だから3分の1ぐらいか。ちょっとさ、ね。このぐらい。最近はこれで十分だろうね。お魚の総量が塩分あるからな。はい。うん。これで水分入れる。これで水分入れます。水かな。じゃあ水持ってくんね、水ね。コップ一杯入れてみようか、コップ一杯。具が大きいコップ一杯でちょうどいいと思うんだ、コップ一杯。やっぱ少ないかな。一杯ちょっと、もうちょっと持ってこよう。半分、一杯半かな。一杯半。二杯か。二杯でいいな。うん、コップ二杯ぐらい。火にかけます。今日はこんなラージメスティンでお鍋です。ラージメスティンでキムチ鍋、お魚ソーセージと長ネギとえのきだけとキムチ、出して大丈夫。水は、大丈夫。このまま火にかけます。燃料はアルコールバーナーでね。アルコールバーナー、これこんなもんでいいかな。ラージメスティンだからこっちのごとくでいいや。こっちの方で、はい、じゃあ今日はキムチ鍋いきます。はい、こんな感じで。はい、どうもね。本日はキムチ鍋です。ライジングメッセ、ライジメスティンよ、ライジメスティン。こんにちは。あー、こんな感じ、いいね。感じだ、いい感じだ。本当は通常メスティンしようと思ったけど、ちょっとえのきだけ結構傘があるからちょっと入らそうだ。通常メスティンだと結構すごい量で、魚肉ソーセージ1本で、長ネギ、えのきだけ人結構傘あるからね。あれだけだと通常メスティンは作れないね。で、今日はラージメスティンでかい方で。どうかな？サバイバルじゃない、大丈夫だよ。うん。今日のお酒はね、あとでお楽しみ、これできたらできるまでね。今日のお酒どうしようか、これ飲んじゃおうか、これ。
この間のあれ青いやつあっちあって今度またもらい物のやつなんかもう昇進でもらったやつこの焼酎香類列っていうのがあるんだねこれもいいよな列これ今度飲もうかまだ飲まない開けないちょうね今日はこんなのああいうタオルあるで大丈夫だよああいうタオルあります鼻かみようにあるから大丈夫よタオルあるから大丈夫よルナさんタオルあるよ大丈夫よいいねやっぱメスティン実際はなかなかかさばるんだ意外とね今度大阪行くもし9日休みだったら大阪行くんだけどその時はねあれストームクッカーの L で持ってこうと思うんでストームクッカー持ってくんで全部腐ってたからあるよ風防も全部クッカーここ見たからあれ1個と調味料持ってって玉手で買い物して淀川の河原でバーベキュー考えてます今度ここの中行った時うん愛じゃなくて YouTube のなんかイベントでね応募したんだよなんか大阪の忘年会イベントがあったんでそれがね当選したからさ行こうと思って大阪の心斎橋のうん9日の日土曜日ね YouTube なんだあれ YouTube イベントのなんか忘年会イベントに応募したらね当選したからさ行こうかなと思ってもう仕事休みだったらね仕事だったら仕事優先するよわかんない急遽前日に急遽出勤だったらわかんないけどさね YouTuber じゃない僕は違うよ YouTuber はさ稼げる人星野さんみたいにね、何焼酎今日はねまだ飲まない一応これからねまだ気持ちないまだまだグツグツ言わないからねでも飲んじゃうからもう一本今日2本しか買ってこなかったんだけどな1本飲んじゃおうか早かった3本買えばよかったからまあいいや今日2本だけ買ってきたんだけどなでもまあ1本飲んじゃおうか早速じゃあ持ってくんで今日の飲み物できるまで1本開けちゃおうかじゃあもう鍋できるまでじゃあ持ってこようかな飲み物ねおなじみ宝の焼酎ハイボール500のやつかでかいやつ宝の焼酎ハイボール買いましたねね度数 7% ですこう今回はね梅干し割りだ梅干し割り今日はねラージメスティンでねキムチ鍋です長ネギとえのきだけとお魚ソーセージでキムチ鍋まあ、途中の前、新1ヶ月途中で。まあ、横置いとこうか。まだ沸騰しないから。ちょっと横置いとくね、これね。それはできるまで1本行こうか。まあ、そんな、当選はどうだろう。多いかな。多く、あ、そうだね。あれも、お酒混ざったしね。うん。じゃあ、飲もうか。まあそこ、インターネットはいろんなもの簡単に応募できるもんね、はがきと違ってね。結構ワンクリックぐらいでさ。だから応募数はやっぱはがきよりか多いから、結構ね、何回出してんだよね。うん。じゃあ今日はこれ、宝のお手頃のやついくよ。今日は梅干しはいつものグラスで。いつものグラス。よし、きついよ、これは。はい、乾杯。いろいろあるんだよ、これ。赤札とは売ってっからね、これね。これ、税込み151円だったかな。確か税込み151円。そうそう。151円ね、これはね。
発泡酒より全然安いやな、ビールなんかより。ジャンボは買わないよね。まだ巻き逃し、まだまだできない。でも、メスティはいいよね、やっぱこれ。昨日もこれ、取って出てからさ、あれ、アルミダメルとか使いましいけど、あれ取ってないから、ね、シークする大変なんだよね。これ取ってついてるから、これ投げれば簡単にね、って聞くからね、これ嬉しいね。取ってあるからね。メフティンでアウトドアで耐えたことはね、あるね、前ね、ちょっと前ね。あるある。なかなかね、これメフティンかぶさんないからね、かさばんだよね、これね。だから道具入れにしてね。うん、山形で食って帰ったのか、あ、遠野岳だ。遠野岳でさ、山頂でカレーライスとか食べてあったよね。あの時はこれでされたんだっけな。ね、こんにちは。今日はね、キムチ鍋。いい感じ。えのきだけ。えのきだけと、長ネギ。1本買って3分の1ぐらいかな。3分の1ぐらい。あ、4分の1ぐらいか。3分の1から5分の2、5分の2ぐらいかな。半分、3分の1か。3分の1ぐらいだな。3分の1ぐらい。まあ、緑のとこね。緑のとこだけ。下はまだ白いところはあれ。まだ冷蔵庫。まだな、あと2、3回分ぐらいあるね。長ネギ。1本買えばね。1人だとそうよね。長ネギ1本買うとね、2、3日分ぐらいあるよね。うん、まあそんな変わんない。どこも変わんない。特別に。もうあそこの赤羽のこの辺のスーパーで一番でかいと思うな。この辺じゃね、一番ね。まあ一番ね、一番の赤、うん。営業時間夜の11時まで空いてるしな。上には日用雑貨とか。衣類も売ってっからな、あそこ便利だな、あそこ。そう、どうもね、今日早くよかった、大川さんいるのよかった、栄作さんだ、大川栄作さんは、あれ、タンスの方ね、うん。銭形平次の大川さんは、ね、違うからね、あれ、また別のね。栄作さんはね、あれ、タンス担ぐ方ね。銭形平次の大川さんは違うからね。うん、また別の方からさ、やればね。大丈夫よ、うん。もうぐずぐず言ってきた。もう全部長ネギ、えのきだけ。お魚ソーセージだからね。お魚ソーセージ2本ある。6本セットの買ったからね。あと2本、4本。6本組のうち4本あるから、またなんか使えるんだ、あれね。アウトドア持ってってもいいし。まあ、夜のおつまみでもいいし、お魚ソーセージ、おお、いい香りだ。やっぱキムチ鍋だから味が十分だ。ちょっと見てみようか。おお、今度はキムチ鍋でちょっと混ぜてみる。えのきだけ、長ネギ、お魚ソーセージ、長ネギ、もうちょっといいね、こんな感じ。えのきだけでかい、株でかいからね、あれね、一袋、一株、こんな感じ。いいかな。あ、いいでしょ。今日はキムチ鍋、お肉はこれ、お魚ソーセージ、えのきだけ、長ネギ、いい、彩りいいでしょ。もうちょっとグツグツいこうかな。長ネギもうちょっとやればしなってするのちょうどいいやね。水はね、コップ2杯ぐらい入れて、できるまで焼酎ハイボール。おー、いい感じだね。どうも、今日早いからやっぱ人、こんにちは、もぐりさん、どうも。今日はね、宝の
焼酎ハイボールで、ラージメスティンで鍋です。キムチ鍋、もうちょっと見てよ。おさらおこんな感じ。ラージメスティンでキムチ鍋、いい感じでしょ。見るかよ。具材はお魚ソーセージ、長ネギ、えのきだけで、キムチ入れてこんな色。もういい感じでしょう。えのきいってみようか、ね、うん、おーうまい、味十分だこれで。あいつからキムチだから何も入れてない、うん、野菜もいっぱい、キムチも白菜入ってるでしょ、長ネギ入れてね、えのきなぎ入れて、お魚ソースタイル、長ネギもうちょっとだな、長ネギはな。えのき安いもん、ちょ、77円だったら、税込み80円ちょっとだな、うん。うわ、いいね。本当は通常メスティンでやろうと思う。通常にちょっと量が多すぎて、ラージメスティンにしたけど。お肉も行こうか。お魚ソーセージ。本当お魚ソーセージはさ、安くてさ、常備できていいよね。多い時とちなみにね。うん。どうも。じゃあ、こんな。もう、公園さんだから。飛びた。水分ちょうどよかった、あれで。ラージメスティンだとコップ2杯ぐらいで、この量だとちょうどいいんだな。これ、キムチの白菜ね。はい。うん。うん。うん。だから昨日よりは早いよね。まあ11時になったとこだもん。で、ね、回ったとこだもんね。昨日は0時に回っちゃったからな。長ネギね。うん。かぶっていくよ、うん。いや、仕事休みだったら行こうね、製造に。でも早いな、ほんと。うん、うまい。うん。えのきだけ。キムチと、あ、よかった、今日温度ちょうどいいね、今日止めなくてもいいかもしれない。あー、いいでしょ。キムチは前から買っておいたやつだからね。できないからありがとうね。うん。キャンプはしないやつ余裕ないだって、そんな、今度だって。キャンプする余裕ない、今回、その今回は。うん。いい感じに、まだ火止まってる。うん。メスティンちょうどいいね、鍋やんのね。
通常メスティンで鍋だと本当の症状になっちゃうの、本当の少し。お魚ソーセージ1本で長ネギぐらいでもちょうどいいかもしれない。通常メスティンだったらな。あ、そうか。な、豊洲は海浜公園、ちょっとわかんない、僕。豊洲は。そうなの、飛び立ち新規できないんだ、もういいし。うん。ちょうどいいね、味付けね。ああ、うまいじゃないか。うん、たまんないね。えのきだけと白菜。で、じゃあ焼酎ハイボール。で、これで、これ2本買ったから、これ2本で300円でしょ。今日500円ぐらいだ、全部でこれ。うん。うん、あ、ほんとこれ魚肉ソーセージはね、用意しとくといいね。そうだね、秋広さんなんかさ、絨毯とかよく食ってけどさ、高いもんだよ、買えないもん、絨毯なんかね。え、絨毯高いもんな、ほんと。豚玉は安いんだけどね。豚玉はね、しゅんくん。今度豚玉ブロックで買ってみようかな、あれ。ココスだったらね、ブロックで売ってんだよ、豚タン。あそこ。普通、タンとかってさ、焼肉用に切ったのしか売ってないけどさ、大体のスーパーとか。でもあそこ、ココス中村はね、豚タンなんかあれ、結構塊で売ってんだ、あそこ。今度買ってみようかな、あれね。飛び出しに全然わかんない、僕はね、またね、糸。飛びっていう、飛行場はと関係あるのかな、飛びっついてるけど、関係ないから。うん。うまいね。はあ、ムソリアさんどうもね。今日はね、キムチ鍋よ、キムチ。具材はね、お魚ソーセージ、長ネギ、えのきだけとキムチ入れてこんな感じで。で、飲み物は、焼酎ハイボール。もう一本目こんなもんだ。焼酎ハイボール安いからこれ。これで税込み150円ぐらいだもんな、これね。これならいい、ほんとね。で、今日はでも安く抑えたかったからさ、豚肉買うよりね、魚肉ソーセージ安かったから、お魚ソーセージが。うん。お魚ソーセージ安かったからね。しょうがない、今日はね。うん。豚肉より安いから、お魚ソーセージ。そうなんだ、そう、キマンだ、でも。あれ、
ね、でもスーパーたまだと大阪っていろいろあるんだな、あれね。難波の方にはあるみたいだし、あと、あれ、ね、淀川の方にもあるみたいだもんね。こっち赤筆堂みたいな感じかな、あれ、スーパーたまでって。赤筆堂もこの辺都市部にいっぱいあるもんね。町田にもあるし、上野にもあるしね。ホルツにもあるし。根津の方だったっけ、向こうにもあるしね。うん、そうかもしんない。赤札堂みたいな感じかな、あれ、こっちのね、玉出ってね。都心部にいっぱいあるのね。安くていいよね、これね。下北るしね。うん、赤札堂で6本でね、250円ぐらいあったんだ、これ。これ、丸大のこれ。6本で250円ぐらいだったからさ。そのうち、それ買って、そのうち2本。2本分ね、これ。2本分。まあ早いもん今日はね、やっぱね、うん、いや昨日は0時待っちゃったからね、今日は0時前だからな、ね、中ネギとえのきだけ、うん、うん、おいおい、なんか飲んでっからね、飲みながらね。うん、カレー、まあね、えのきがね、麺っぽく見えるからね、それでそうかな。うん、うん、ああ、うまい。えのきも安くていいよ、ほんと。うん、歯ごたえもいいし。味付けはキムチだけです。あれちょうどいいね。まあ、純肉ソーセージも塩分入ってからね。それも、そっかも、多少出てるかもしれないね。うん、手の汚れは取れないよ。手の汚れはね。しょうがないよ。手の汚れはしょうがないよ、これはね。これじゃいくら取れない、これもう。底辺労働者だから。底辺労働者。底辺労働者だって。底辺労働者。金一ちゃんはお金持ちだからさ、あの人。ああ、うまい。当たらないわ。当たればいけるけどさ。当たらないからいけないよ。ね、かわいいね。ゆうゆう似てんだよね、やっぱゆうゆう。ケンジさん、ゆうゆうが好きって言っても、だから似てんもんね、似てるでしょ、ケンジさん。ケンジさんの奥さん。いいね、おにゃんこクラブのゆうゆうがこのタイプって言ってたもんな、ね、好きだったって。言われてもわかるよね、ゆうゆう似てるよね、あれ、ゆうゆうに。奥さん。ゆうゆうになんだ、あれ。岩井ゆきこちゃん。ね。ケンジさんはね、おにゃんこクラブでゆうゆうが好きだって言ってたもんな。あ、こんばんは。A さんどうもね。今日はキムチ鍋でーす。えのきだけと、お魚ソーセージ。と、長ネギね。うん。じゃ、2本目。今日はね、これ。宝の焼酎ハイボール。もう1本の、じゃ、2本買ったんで。2本目持ってきまーす。2本目。いくかな、2本目。そう、労働者だから。底辺労働者なんで。で、じゃあ2本目持ってこようかな。結婚はどうしようね。素敵な、結婚したい女性が現れたら結婚するよ、僕は。金目当てじゃない。本当な、いいなと思える女性来たら。でも、いいね、来ないと思うけどさ。素敵な女性が現れたらいつでも結婚します。でも、まだ、今のところ僕の元には来ないんだ、そういう女性。
敵な女性が現れたらいつでも結婚します。金目当てじゃないね。いつでも結婚するよ僕は。スティックカムのカメラで、これはバッファローのカメラです。スティックカム YouTube ライブはこのアスウスの右ノート、あれウルトラライトのパソコンの内蔵カメラ。うまいなこれ。うまい。中国ソーセージ最高や。どうかな、わかんないよ。いいよ僕一人の方がいい。変なのと結婚するぐらいだったらさ、お金を貯めてそのお金でさ、そうブロード行った方がいいよ。じゃあ2本目持ってくんね。2本目持ってきます。2本目、2本買ったわね。今日は宝の焼酎ハイボール。うまいじゃないこれ、魚肉ソーセージつまみながら。あ、うまい。最高だよつまみにね、魚肉ソーお魚ソーセージ。もういい感じだ。でも、このキムチはさ、鍋にちょうどいいよね。白菜で、塩が白菜だもんな、これね、ちょうどいい、ほんと。えのきと長ネギ。まあ一人で楽しみもこうやって飲むとさ、一人で十分僕は。変な女いるときだ、変な女。うまいよ、はい乾杯。変な女しかかんないと。変な女いっぱいいるからな。
いい感じ、じゃあキムチ鍋、ラージメスティンでキムチ鍋、お宅じゃない。でもあの被害者かわいそうだよね。あれ木島かなえさんに殺された、あの人あんな女に金使ってさ、あげくなく殺されるなんてねえ、かわいそうね。あんな女に金使うぐらいだソーブランド使った方が良かったのにねって、もう本当思う。僕あれ木島かなえなんかにお金使うぐらいだったら、使うんだったらさ、ソープランドってもっと安くて済むよ、あれね。ソープランド使ってね。そう思うの、あれ、かわいそうだよね、ほんとね、あれ。被害者ほんとかわいそうだよ、あれ。あんな女に金使った上に殺されてさ。ねえ、ソープランドってもっと安くて済むのにな、多分ね。いつも思うか。そうよ、だからソープランド大事にしようね。本当思うよ、本当バカみたい。あとさ、なんだっけ、握手会のためにさ、CD をさ、バンバン買ってんだけどさ、あれバカだよね、あれもね。握手だけのために、なんだ CD あんの買ってさ、ね、あんな CD 買ったらさ、あれだけ金あったらさ、ソープランドいけるもんね。ほんとあれ僕にはわかんない、あれ。握手系の星さんにさ、CD 買っているみたいだけどさ、なんだろうな。そんな金あるんだったらさ、ソープランド行きゃいいのにねって僕思う、いつも。そうでしょ、あの、シカードルなんかのさ、ね、そうでしょ。ソープランドだったらさ、可愛い子がさ、仕事してくれんだ、実際リアルでさ。握手会は握手だけだもんな。全然いいじゃないか、ソープの方が。AKB なんて確かに可愛いけどさ、女の子。でもさ、仕事してくれるわけじゃないもんね、あら、AKB の女の子はさ。そうでしょうね。握手だけだもんね。じゃあ、ソープランド行った方がいいよ。ね、いや、僕、そうよ、今日もこすります。毎日こすってますんでね。じゃあ、最後のお魚ソーセージだ。くれるんだ、石の中に。ほんとそう？あ、それじゃ分かんなかった。食い込んでくれるの、本当に。そうなんだ、分かんなかった。ありがとう、知らなかった。あんな女の子一人たまんないよな。まあ女性女の子オナペット好きだからしょうがないよ。女性オナペットをね。Thank you.
オナペットすぎない。これは間違いないよね。女性はオナペットだからこそ結婚して、価値が出てくるんだもんな。ここのが休みになって高速バス取れなくてもね、新幹線で行くからね、新幹線。ただ新幹線でもね、1万3000いくらで行け、1万5000弱で行けるからさ。新幹線、東京から新大阪まで1万5000円以内で行けるから。3万は、でも3万は買う前に、CD だと1万万円でいくらだ？だって、1万1000円として、1万だよ。うん？ 3 万買う前に2万円いくでしょ、あれ。うん。そうでしょ。そうだよ。そうだったらさ、そんな使わないでもソープランドいけるよ。夜はね、適当な場所、うん、いっぱい大阪だからいっぱいあると思うんだ。ビジネスホテルとかさ、適当な場所に泊まります。あ、いっぱいもんね、大阪だから田舎と違うからさ、安心だよね。都心部はいっぱいもんね、ビジネスホテルとかさ、万が一だとかいっぱいもん。その定義はね、都市部はさ、田舎はないのに、田舎はね。田舎は前もって決めないと、下手したら乗りたくなっちゃうもんな。大阪だから大丈夫よ、別にね。いっぱいもんね。今週の9日土曜日ね、休みだったらね、大阪に行くんですね。うん、そうだね、うん。あ、こんばんは、じゃあ知って詳しいんだ。うん、でも大丈夫、いっぱいね。なんとかなると思うよ。うん、まだ予約ができないだって、ここの可能性さ、仕事になったらさ、いけないからさ。休みだったら、予定通り土日休みだったら大阪に行きます。で、今日こういうハイボールです。はい。うなちゃんマンのお店で、大阪どの辺なんだろう、行ってみたいな、よかった。うなちゃんマンのお店。どの辺でかな、行ってみたい。どこで教えて。うなちゃんマンのお店。大阪で居酒屋やってんだよね。あ、ついでにうなちゃまんのお店行ってみるのもいいかもしれないな。一回ぐらい行ってみようかな、どんな店か。いや、つなんだ、もう、うわ、閉店しちゃったんだ。あ、サウナね、うん。
サウナのとこ、梅田の方にサウナあるもん。前はね、もうまた配信始める前はね、結構もう大阪行ったことあるんだけどね、20代の前半の。あの頃大阪行った時ね、サウナで一泊したことある、サウナ。梅田に近い方の。うん。うん、45歳よ、今話題の貴乃花親方と同じ昭和47年まで45歳です。分かった、45歳よ。答えてんじゃない、答えるよ、45歳って。答えてるよ。昭和47年生まれの45歳ですよ。45歳、分かった？貴乃花親方だったでしょ。うん。でも土曜日仕事だったら行かないけどね。休みだったら行く。もっと汁だ。キムチ鍋、今日はキムチ鍋でね、もうあと汁だけだ。うん。まあ普通だよ、普通。まあ強くないです。まあ、普通に飲める程度ね。そうよ。手作りでもキムチは市販のパックに入ったキムチ使ってね、自分でやりました。キャンプはしないで、あれ。バーベキューだけだよ。日帰りですよ。キャンプはしませんよ。キャンプはしませんよ。無視じゃないよ、うん。あ、うまかった。キャンプはしないけど、あれ。行った場合はさ、あそこ、淀川はさ、あれはデイキャンプだもん、日帰りだからね。うまかったな、これ。これは安くてよかった、今日の。でもね、ラーキーってこんなものをすぐ食えちゃうよ。美味しかった。うん。はい、美味しくいただきました。うん。うまかった。じゃあ、キムチ鍋だった。美味しかったな。うん。今日はこの辺で終わろうかな。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうね。終わるよ。今日はこの辺で終わるね。おやすみなさいね。また明日。
どうもね。そう、お股を舐めるよ。お母さんどうもね。今日ライブレッスンしにしない。うわ、うまかった。じゃあアルコールトランキーだ。トランチェーか、僕持ってないからアルコールバーナー。終わった。どうも、今日はこの辺で終わるんで、おやすみなさい。で、また明日。ありがとう、お母さん、ありがとう。おやすみなさい。今日はこの辺で、また明日。明日も仕事から帰宅次第ね。おやすみなさい。今日は0時までよかった。回ります。いや、スティックも終わるね。ありがとうね。終わります。でもさ、あれだよ。